私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。ドラマシリーズを振り返り、松本潤主演 99.9 刑事専門弁護士ザムービー特別映像。今回解禁となった特別映像は、冒頭役衣装に身をくるんだ松本潤、香川照之、杉咲花がそこのあなたと見ている人へ呼びかける取り下ろしのメッセージから始まり、99.9 シリーズおなじみのオープニング映像がスタート。型破りな弁護士、深山大と松本潤、と利益優先の弁護士、佐田篤弘、香川照之、とのおなじみの掛け合いや、明石達也、片桐仁、藤野弘樹、マギー、中塚美玲、場薗梓、ラ・パラリーガルの面々、シーズン1のヒロイン、プロレス好きの立花彩乃、榮倉奈々、シーズン2のヒロイン、腹話術が得意な尾崎舞子、木村文乃、ら超個性的な半目法律事務所のメンバーたちの様子が収められているほか、大友秀一、奥田瑛二、川上健一郎、笑福亭鶴瓶、ら司法を牛耳る強敵たちの姿も。さらに事実にこだわる新山の徹底的に事実を追求料理をしながら推理事件を完全再現といった、独特な捜査方法を用いながら事件を追及する様子がドラマ映像とともに映し出され、身体を張って新山と一緒に捜査をする明石の様子や 99.9 シリーズおなじみの新山の親父ギャグも収められた魅力たっぷりの映像となっている。どんな難事件でも 0.1% の事実にたどり着いてきた新山。果たして映画版では立ちはだかる最強の敵を前に、0.1% の事実にたどり着くことができるのか。まだドラマ 99.9 を振り返れていない人も、これを見れば映画をより一層楽しめるはずだ。 99.9 刑事専門弁護士ザムービーは12月30日木曜日より全国にて公開。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。